数張って引くべきですか。まあ答えはね、うん、引くべきだね。何に変えても引くべきレベル。私はなんかどんなキャラクターも引くべきって強く言わない。なんか原神やってる人にめちゃくちゃ強く引くべきだよっておすすめするキャラクターは、まあ、勝利和葉やらんかな。ライデンも割と強めに引いていいんじゃないかって思ってるけど、まあ、こいつら以外はそんななんか絶対引けみたいなこと言わないっす。で、和葉は絶対引けレベルで引いた方がいいキャラだから、まあ、準備しときな。準備しときなってか、もう手遅れかもしれんが、夜で一番お世話になったキャラは誰ですか。原神のキャラの中で夜で一番お世話になったキャラ誰だろう。え、だってピクシブでさ出回ってるさエッチなイラストランキング1位カンウでしょ。でもカンウはあんま私はお世話になってないな。誰だろう。え、原神で顔がいいキャラ、あ、国勢かな。国勢かな。ちょ、私は国勢、ちょっと見た目は最強だと思ってるから。クレイ、あ、ダメだ。君はこのチャンネルに来ちゃいけないね。出禁です。フータオじゃないの。いや、フータオもめっちゃ好きよ。あ、ライデン将軍か。あ、ライデン将軍確かに実装されてからめちゃくちゃイラスト増えてるね。同人誌フータオの胸大きくなりすぎ。フータオはそんな盛られてるか。え、私的にフータオも確かに同人誌によっては結構盛られてる。フータオ結構いるけど、カンウの方が盛られてるよ。カンウはだいぶつつましめな感じな気がする。うん、いや、カンウがやばいっす、大体。から、excuse me.